はようございます。ありがとうございます。いえいえ、なんかちょっといろいろトラブルが出る直前にトラブルがあって GTC 細胞の菌を見たくて抜いたら、うん、入れ直したら認知できなくなっちゃった。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ちょっと待って、寒いんですけど。さすがです。雪が降ってる。皆さんお疲れ様です。はい、お疲れ様です。です。で、血液検査もしたんで、結果が出るのに1週間ぐらいかかるから、抜歯するときに結果が出るみたいな。いいから、アメリカでもなんか病院で使われてるから、そうなんだったらここ日本だしねって思いながらそうで、なんかちょっとこのサプリスを聞かせてとか、とりあえずで、ちょっと研修、ちょっとすいません休ませてくださいって言って大きく、ね、ありがとうございます。みんなトイレが近くなるんで、もうこれ完全に死んじゃったね。
全部焼いて、中持ち込んじゃう？はい、入りましょう。どうこれは焼いていく。タレでも酒が入ってる。酒入ってる。うん、あれ寒くない？大丈夫？4月なんですけどね。そうだよ、今年でも雪多かったもんね。雪に住んじゃったからって、うん、もう引き返せないとか、うん、大事なさる殺処分ないで雪が本当だよね。すごい。出てる気がする。腕もあったかい。やっぱ火見てるとね、落ち着きます。さあ、じゃあ夜飲みですね。いやもうここまで来ると何でも食べ、それよりこれ浸しとけばよかった、浸しとけばよかった、そのままいっちゃったよね。かじかじ手はかじかむし、バク転をして指つきにして手が動かないし。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。3度目のお疲れ様です。もう全部忘れてパンナ、えパンナちゃん、パンナ、パンナ、パンナ、あご、ありがとう。やばい、全然出てこない。いちごちゃん、いちごちゃん、メロンソーダ、メロンソーダ、パッと言って、パッと、いちごちゃん、あ、いちごちゃん、重い、これこれこれ、これ初めてじゃない、これ初めて、これ初めて、うん、初めてだと思うよ。本当初めて、うん、あ、閉める、いない、はい、アイスバーパンナちゃん、みほさんすごいな。やばいよ、もう飛んでんだもんね。全然見よう、パッと見せ、パッと、ビヨンセ、おお、ビヨンセばっかり、ビヨンセばっかり、ビヨンセできったんじゃん。龍神、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 韓国、韓国、オロフキン。名前が出てこないね。じゃあウィル・スミス、ウィル・スミス、タモリ、モーチュ、モーチュ学生、モーチュ、モーチュ、モーチュ、ダンボールアート、モーチュ、モーチュ、モーチュ学生、うわぁ初めてですよね。辻ちゃん、辻ちゃん、辻ちゃん、辻のぞみちゃん、うん、辻ちゃん、もうちゅう、はじまかんな。あ、違う違う、これ足田まなです。あ、足田まな、足元かんな、これだ、足元かんな、辻、足田まなです、足田まな、最後私、うん、よいしょ、佐賀美しろ。私これほぼ引いた気がする。おはようございます。朝の6時45分くらいですけどね。めちゃめちゃいい景色。
空気がえぐくいいですね。水の音が聞こえる方向に行きたいと思います。足場凍ってんすよ。うわ氷、曇りや。絶景最高。昨日の朝とは全く違いますね。クソ寒い冬、なんで春にこんな冬の経験をしたんだっていうね。あまりね、自然界のルールに反して行動はしちゃいけないんでしょうけど、川が大好きなんで。川があります。なんかね、このこういった場所で、ね、僕の訓練してるボディーガードの先生とか、こういったところで訓練してるんでしょうね。ここのバンガローはね、中にトイレがないっつうのが、女性とか大変だし、酒飲むと大変かもね。まあいろいろあるみたいなんで、ただ食事とかめちゃくちゃ充実してるんで、すげえいいと思います。あれだね、 I'm watching you。 火がついてるんだね、また別なんだ。もうテントがなけりゃね。どうしますか、外で食べる気満々で出したけど。カッコンって言わないのか。グリーン。知らない？フリアの店。いや、マジでパン食わないからね。もうほん、あ、マジと。ね。お好きだけど。ハムがあったんですよ。ハムがこれを挟む。皆さんおすすめの、うん、カエルの楽園ね、うん、本当だ、うん、すごい面白いから読んで。カエルの楽園2020っていうのも出てるの、それはコロナのことが書いてる。皆さんカメラに映って、これ動画ですか、これ勝手に YouTube 載るんで。またねっていう。見て、あの山、あ、この山何山だろうね。見てみて。すごいよね。何これ、すごい。山出るの。そう、山が出るの。え、何これ、何これ、すごい。何のアプリですか。やばい。教えてあげられる。いや。ちょっと先行ってください、ミカさん。ありがとうございました。行かないで。Excuse me。なんか、お地蔵さんいるよ。お地蔵さん？あれ、お地蔵さんじゃないか。なんだろう。すごい、まだ山が綺麗ですね。